こんにちは、アニマル大サーカスです。今日はここ浜北公園にやってきました。ショーが始まるまでの間は出演する動物たちと触れ合うことができます。みんないい子たちなので、ぜひ仲良くなってください。へえ、動物と触れ合いか。こちらはクマのカトリーヌちゃんです。手を伸ばすと握手をしてくれるんですよ。よろしければ写真もお撮りしますよ。いかがですか。クマと握手って危なくないのか。大丈夫です。カトリーヌちゃんは特別な訓練を受けておりますので、人に慣れているんですよ。曲芸はもちろん、ファンサービスにも抜かりはありません。今日も移動中はずっとおとなしくしててくれて、性格もとっても穏やかなんです。子グマの頃からこの私が面倒を見てたんですよ。だから私の言うことはいつも聞いてくれて、これが通じ合うってやつなんですかね。ちょっと今お客様とお話ししてるんだから後にして。どこまでお話ししましたっけ。ああそうそう、カトリーヌちゃん、ぜひ触れ合っていただいて、よろしかったらこの後のショーも見ていっていただけると嬉しいです。ちなみにカトリーヌちゃんは外に出たりもすんのか。さすがに外には出しませんよ。外は刺激が強すぎて興奮させてしまいますから、あくまで檻の中だけです。まあちゃんと鍵がかかっているので心配はないですけどね。そうそう、ちょうどこんな鍵で。あれ、これカトリーヌちゃんの鍵。カトリーヌちゃんが外に。カトリーヌちゃん、お願いだから檻に戻って。全然あんたの言うこと聞いてねえじゃねえか。何一つ通じ合ってねえぞ。あなた、お願いします。なんとかカトリーヌちゃんを檻に戻してください。え、俺？無理に決まってんだろ。あんたの方がこいつと付き合い長いんだから、なんとかしろよ。無理。そもそも人間が他の生き物と分かり合おうとすること自体、とんだ思い上がりだったんですよ。こいつ相当混乱してんな。こうなったらもう力でねじ伏せるしかありません。お礼はしますから。このまま街に出たらもっと危険です。んなこと言ったって。くそ、やるしかねえか。
さっさと檻に戻りな、カトリーヌ。すごい、カトリーヌちゃんがおとなしく檻に。だが、とんだ触れ合いイベントだったぜ。本当にありがとうございました。あのカトリーヌちゃんが私以外の人の言うことを聞くなんて驚きです。いや、あんたの言うこと全く聞いてなかったけどな。でもこれで無事ショーができそうです。これはお礼です。受け取ってください。そういえば自己紹介がまだでしたね。私はこのアニマル大サーカスで団長を務めております安田と申します。俺は春日だ。あんた団長だったんだな。団長といってもスタッフも少ない小さなサーカス団ですけどね。この子たちを連れて全国を回っているんですよ。全国？サーカスって大きな町での開催が多いじゃないですか。でもなかなかそういうのに行けない地方の子供たちも多いので、こうやって移動しながらショーをやっているんです。私もそんな子供の一人だったので、初めてサーカスに連れて行ってもらった時は嬉しかったな。そういう喜びを一人でも多くの子供に体験してほしいんですよ。まああんまり儲かってないんですけどね。それでもできる限り頑張りたいなって思うんです。そうか、頑張れよ。そうだ春日さん、もう少しでショーの時間なんですが、カトリーヌちゃんの芸を堪能していきませんか。なかなかのものですよ。いや、俺はさっき十分堪能したから大丈夫だ。また変に刺激してもあれだしな。そうですか。それではまた今度日を改めてぜひお越しください。次はカトリーヌちゃん以外の動物も登場しますので。ほう、そいつは逃げたりしねえんだろうな。大丈夫ですよ、私によく懐いてるいい子ですから。それならいいんだが。じゃあ俺は行くぜ。もう逃がすんじゃねえぞ。はい、ありがとうございました、春日さん。やれやれ、ひどい目にあったぜ。あのサーカス団、またここでショーをすると言ってたな。なんとなく気になるし、今度来てみるか。